コロンビアユニバーシティは、米国ニューヨーク市に本部を置く私立総合大学で、アイビーリーグの一つ。イギリス植民地時代に、英国国王の勅許により創立された、キングズカレッジが起源。各種大学ランキングで常に最上位に位置する、米国屈指の名門校で、全米で5番目に古い大学である。コロンビアは、アメリカ大陸を指す語語で、正式名称は、コロンビアユニバーシティ・イン・ザ・シティ・オブ・ニューヨーク。幅広い分野で世界最高水準の研究が行われる拠点として100名を超すノーベル賞受賞者を出したほか、映画、文学など芸術分野も活発で、28名のアカデミー賞受賞者、90人超のピュリツァー賞、賞者を輩出している。最近の著名な卒業生は、米第44代大統領バラク・オバマ。米国の大学でも特に学生の国際色が豊かなことで知られ、外国籍の学生比率は 33% に達する。これまで34名の元留学生が世界各国で大統領、首相となった。留学生の出身国は延べ144カ国に上り、生存している OB は世界189カ国で32万人を数える。2018年現在の学生数は32,429 名、学部生の男女比は男性 48%、女性 52%、学部生の合格率は約5から 6% で、米国ではハーバード大学やプリンストン大学と並んで入学が最難関のグループに属す。イギリスのジョージ2世による憲章の勅許により1754年、北米で5番目の大学、キングズカレッジとして創立された。1784年州法により、コロンビアカレッジと改称され、1896年に大学院の設置とともにコロンビアユニバーシティとなる。設立当初は、教授1人、ウィリアム・サミュエル・ジョンソンと学生8人でスタートした。当初のキャンパスは、ウォール街付近のトリニティ教会敷地内にあった。コロンビア大学が最初に大きな成果を上げたのは自然科学、工学分野である。X 線写真、FM 放送、MPEG2 技術等は工学部の研究成果の一例で、米国初の原子核分裂もコロンビア大学で成功していい。1939年。レーザーやメーザー、MRI の技術も物理学部で開発されており、これまで10人がノーベル物理学賞を受賞した。医学教育の歴史も古く、米国初の医学博士号は同校メディカルスクールで授与されている。また、政治学科が世界で最初に設置されているほか、人類学科は米国初の設置である。世界各地の地域研究は伝統的に同校が力を入れてきた分野で、米国の対外政策にも大きな影響を及ぼしてきた。キャンパスにある7つの地域研究所と12のリサーチセンターで全世界をカバーしてを地域研究所の数としては全米最多。アジア地域専門のウェザーヘッド東アジア研究所、またそれを置く国際公共政策大学院、ロシア研究拠点として米国最大規模のなどには世界各地からトップラスの研究者が集まっている。また、アメリカで唯一日本経済を専門とする日本経済経営研究所がある。人文学研究でも各分野をリードする代表的な研究が行われており、イディッシュ語をはじめとするユダヤ文化研究、映画理論を中心とする表象文化研究などの分野で世界的に著名な研究者をあまた擁する。また1912年にジョーゼフ・ピューリツァーの寄付により設立されたは、現在に至るまで、アイビーリーグ唯一のジャーナリズム大学院である。ピューリッツァー賞の選考委員会も同校に設置されており、毎年4月にキャンパスで受賞者が発表される。卒業生は、政治、行政にも幅広いネットワークがあり、元留学生が世界各国で国家元首となった経緯から、毎年9月、国連総会が開催されるタイミングで各国の大統領、首相、外相等をキャンパスに招待したシンポジウムが開催されている。一方で、伝統的にリベラルな校風でも知られており、1968年に全米で学園紛争が拡大するきっかけとなったのは、コロンビア大学キャンパスで起きた大規模な学生運動である。大学のマスコットはライオン。英国国王の勅許により創立されたことから、英国の国章にヒントを得てデザインされ、1910年頃から使われている。大学のロゴである王冠は、キングズカレッジ時代から引き継がれた。公式な校訓は、汝の光によって、我らは光を見る。In the light shall we see the light。旧約聖書、詩編36編9節の一節から取られている。幅広い分野で第一級の研究が行われている。卒業生、教員を含めたノーベル賞受賞者は1901年以降の累計で103名に達し、世界第5位。大学の公式発表によると、2000年以降にノーベル賞を受賞した教員、卒業生は以下17人である。このほか米国科学アカデミー賞の受賞者が43人、アメリカ芸術科学アカデミー賞の受賞者143人。人文、芸術分野でも教員、卒業生の活動は高い評価を受けている。ピュリッツァー賞受賞者は90人超に上り、卒業生では作家のジュン・パラヒリ、教員ではアメリカ近現代史アノなどが受賞している。また女性として史上初のアカデミー監督賞を受賞したキャスリン・ビグロをはじめアカデミー賞受賞者は28人に上る。このほか芸術分野の著名出身者では歌手のアート・ガーファンクル、SF 作家アイザック・アシモフ、詩人のアレン・ギンズバーグ、作家のポール・オースター、映画監督ジム・ジャームッシュなどがいる。日本人として初のノーベル賞受賞者となった湯川秀樹がコロンビア大学助教授として在任中の受賞だったほか、フィールズ賞を受賞した弘中平介、森重文も数学科に滞在して研究を行っている。また1950年代には鈴木大拙が長期にわたって滞在して全思想の教育、研究を行い、米国における東洋思想の重要な発信拠点となった。一方、早くからアジア地域研究が重視されてきたため数多くの日本研究者が輩出した。角田隆作が日本文化研究所を設立したのは1928年で、ここで日本学者のドナルド・キーンが教育を受けている。その後キーンはコロンビア大学で長く教壇に立ち、多くの日本研究者を育てた。また同じく角田の教え子だった日本史やハーバート・ノーマンが三笠宮隆人親王の家庭教師を務めている。このほか、サイデン・ステッカー、日本文学、ジェラルド・カーティス、日本政治、キャロル・グラック、日本近代史、ヒュー・パトリック、日本経済などが教壇に立っている。1949年のシャウプ勧告により、日本の税制の基礎を築いたカール・シャウプは経済学部教授だった。コロンビア大学は国内外の各種大学ランキングにおいて常に最上位に位置しており、米国を代表する世界的な研究教育拠点の一つとみなされている。総合、ビジネススクール、ロースクール、コロンビア大学は学部課程の3つのカレッジと大学院レベルの13のスクールから構成され、全学で114の学科がある。学部レベルの3つは人文社会学、理学系学部が所属するコロンビアカレッジ、工学系カレッジのコロンビアエンジニアリング、社会人教育に力を入れるカレッジ、スクールオブジェネラルスタディーズである。研究所、リサーチインスティチュードないし、リサーチセンターの名称を持つ研究組織が気候変動に関する研究を行う。アースインスティチュートなど198カ所ある。このほか大学に属する主な研究施設に以下の研究所がある。2017年の大学基金、インド・ウォーメントは109億ドル、約 1.2 兆円。総資産は約200億ドル、約 2.2 兆円。2017年度の運営予算は約50億ドル、約5600億円。収入の内訳は、学費、約16億ドル、約1800億円、政府給付、約 9.3 億ドル、約1000億円、投資益、約 6.3 億ドル、約700億円一般寄付、約6億ドル、約670億円、など。同年度の主な支出は、教育関連、約18億ドル、約2000億円、研究費、約6億ドル、約670億円など。キャンパスは大きく3つに分けられる。まず、マンハッタンの北西部、ハドソン川沿いのモーニングサイドハイツにあるメインキャンパス、14万平方メートル、そして同じく、ハドソン川沿いのワシントンハイツにあるメディカルセンター、8万平方メートル、さらに、メインキャンパスの北部マンハッタンビルにあるキャンパス、6万8000平方メートルである。マンハッタンビルでは、アートセンターや体育館などを新設する大規模な拡張工事が行われている。メインキャンパスの正門は、ブロードウェイ116丁目に位置する。そこから東西にキャンパスを横切るカレッジウォークと呼ばれる並木道があり、この道を挟んで左右に、ロー記念ホールとバトラー書館、総合図書館がある。新古典主義様式のは、キャンパスのほぼ中央に位置する巨大なドームで、卒業式や入学生の歓迎イベントもこの前の広場で行われる。このホールの正面に、大学のシンボルの一つ、アルママーテル像がある。大学の周辺には、付属校である、ティーチャーズカレッジ、教育学部とバーナードカレッジが隣接する。大学所有の建物は70を超え、教職員、大学院生及びその家族用に所有するアパートのは7800個に上る。近隣には、グラント将軍の墓や、ゴシック様式のカテドラルとしては、世界最大規模である聖ヨハネ大聖堂、さらには、世界最大のカリヨン、組章で知られる、リバーサイド教会などがあり、ニューヨーク市の観光スポットの一つとなっている。図書館群全体の規模は、米国有数で、22の図書館に1、344万冊、640万枚のマイクロフィルム、2、600万冊の原稿、10万本以上のビデオや DVD、20万件近い公文書等を有している。そのうち50万冊は、館内閲覧のみの希少本として所蔵されている。利用者数は、年間300万人。総合図書館であるバトラー図書館には200万冊超の蔵書を収め、館内に設置された書棚の幅は合計 280km を超す。2006年にノーベル文学賞を受賞したオルハン・パムクは代表作の一つ、黒い本をバトラー図書館の閲覧室で執筆している。バトラー図書館は近年急速に電子化が進められ、キャンパス内外からアクセスできるクリオクライという極めて強力な統合データベースを通じて約700万タイトルの電子書籍と主要な学術誌の大半にアクセスできるほか電子化されていない書籍等はスタッフが電子化、送付するサービス、スキャン&デリバーを行っている。または同分野で米国最大の規模、所蔵数40万冊、所蔵数100万冊のロースクール図書館は蔵書数で国内2位、特に外国の法律、国際法関連のコレクションが充実している。CV スター東アジア図書館は、米国最大規模の東アジア関係専門の図書館で、日本、中国、韓国合わせて65万冊の蔵書、4000種類の新聞、雑誌等の定期刊行物を収める。他には、生物学図書館、科学図書館、地質学図書館、物理学天文学図書館、数学科学図書館、リーマン社会科学図書館、ワトソン経済経営学図書館などがある。入学は、米国の大学でも最難関のグループで、2018年は4203人の志願者に対して合格者2214人、合格率は 5.5% だった。2018年現在の学費は、医学部を除く、全学部平均で年間約$57,000、約640万円。これに加えて、家賃、書籍購入など諸経費を合わせた年間の支出総額は約$74,000、約830万円前後されている。こうした学費高騰を背景に、優秀、多様な学生を確保するため学費補助、奨学金などの支援制度が充実している。入学希望者は経済的条件を確認する書類の提出が不要とされるほか、入学者の 56% が学費補助を受けており、その多くは学費のほぼ全額が奨学金等でカバーされている。入学者の出身地は全米50州に散らばっており、16% は外国籍、また 17% は家族の中で初めて大学に入学する制度だった。フルタイムの教職員数は4414名で、教職員1人あたりの学生数は約7人。全講座の 80% で学生数20人以下を維持している。1919年からコアカリキュラムと呼ばれる教養課程を全学生必修していることが特徴で、文学史、美術史、世界史、自然科学の徹底した講義が行われるほか一部に楽器実習も取り入れられている。マンハッタンの中心部に位置するため、文化、スポーツ施設等へのアクセスが容易なことは、コロンビア大学の大きな特徴である。コロンビア大学の学生、教職員は、メトロポリタン美術館やニューヨーク近代美術館、モマなど、市内主要ミュージアムへ無料で入館できるほか、国連本部や各種報道機関、様々な企業と提携したインターンシップも約1000件を超す。ジュリアード音楽院など、学位交換の提携関係にある機関が多数あるほか、カレッジの3年生を対象としたオックスフォード大学、ケンブリッジ大学への交換留学制度、語学研修を中心とした世界54カ国200機関との海外留学プログラムなどが設けられている。地方、外国から入学した学部生の多くは、大学側が周辺に提供する住居で暮らす。大学側が運営する食堂があるほか、多くの図書館、ホールにカフェが入る。学用品や教科書の購入は、キャンパス内でバーンズ&ノーブルが運営する公式ブックストアや、提携する近隣書店が利用されている。正規チーム数31、同好会チーム数30。正規チームはすべてコロンビアライオンズの名称を冠する。2006年度に年間のIBリーグ優勝数としては最多記録の5種目を達成した。フェンシング男女、テニス男子、サッカー女子、ゴルフ女子。キャンパスはその美しさと荘厳な雰囲気から多くの映画やテレビの撮影に使われている。以下はその一例である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。